デスチャンウェイプロデューサーのしめさばです。明日2月10日メンテナンス後から始まるアップデート情報を紹介します。明日のメンテナンスは朝の9時からなので、現在開催中のラグナブレイクの報酬の受け取りを忘れないように注意してください。それでは行きましょう。紹介する内容は開発中なので、実装時には異なる可能性があります。ご了承ください。まずは、ワールドボスネフティスの紹介です。ネフティスは PC 版とスマホ版でイラストが違うので、PC 版やってる方はそこも楽しみにしていただければと思います。あー、そぼ？やりすぎちゃいました。まず、ボススキルを見ていきましょう。時間改ざんとか攻守転換で、こちらが与えるダメージを下げようとしてくる感じになりますね。火属性補助型のフェイルノートとか、ルサルカとかで、スキルチャージを加速させつつ、防御力ダウンとか持続ダメージを持っているチャイルドを使って、しっかり牽制をしてあげるといいかもしれません。あと、ノーマルスキルにある侵食っていうのが、デバフ状態だと受けるダメージが増えちゃうので、味方が受けるデバフをしっかり解除してあげるのも重要かなと思います。じゃあ次に、新チャイルドのメティス見ていきましょう。私もそばにいてあげる。一緒に契約者を見ていれば、きっと気持ちも楽になるよ。私を騙すなんて無理よ。火属性の攻撃型で今回のワールドボスのブーストチャイルドになります。結構シンプルな攻撃型ですね。ノーマルスキルで自分のスキルダメージを上げるバフを持ってるんで、ノーマルスキル使った後にスライドスキルを使うようなスキル予約設定をするといいかもしれません。次に新カルタのチョコットテイワス。召喚とショップに追加されたソウルカルタですね。これは火属性攻撃型専用のオプションで、ワールドボスで最終攻撃力が増加するので、手に入れたらメティスやスイートレダーに装備させてあげるといいと思います。もう一体の新チャイルド、アルフも見ていきましょう。おはようございます。いい天気ですね。希望を持ってください。みんな幸せになれますよ。こちらはワールドボスのブーストチャイルドではないんですけど、味方全体への即時回復が強みですね。全体回復で言うと、マートの持続回復が定番だったりしますけど、アルフは全体で即時回復ができるので、まあ、一緒に編成してあげればさらに安定すると思います。あとはデビルランブルとかエンドレスデュエルで発動する能力で、光属性の味方2体に無敵を付与できたりもしますね。獲得できる方のネフティスも見ていきましょう。味方全体にバリアが張れたり、火属性の味方にはさらに防御力アップができたりしますね。ノーマルでは持続ダメージを確率で解除できたりもするので、何かと便利なチャイルドかなと思います。今回のワールドボスの報酬なんですけど、魔境商店にカークスがいます。ブーストチャイルドでもないカークスがなんでここにいるかっていうと、これから紹介する旧正月イベントに関係してきます。今週から韓国は旧正月に入るんですけど、それに合わせてイベントが開催されます。2021フィエスタっていうんですけど、まずですね、どんなイベントかっていうと、今回のアップデートで星1のモーモーっていうチャイルドが5属性分実装されます。このモーモーを最終的に星4の限界突破プラス4まで育てると、2021フィエスタの完了報酬として、コスチュームとソウルカルタがもらえます。ここでもらえるコスチュームっていうのが、カークス用のモーモーパジャマを着たコスチュームになります。切り刻まれたいの？ワールドボスの報酬にカークスが入っている理由がこれですね。結構見てもらえればわかるんですけど、ドスケベコスチュームになってるので、ぜひ手に入れてください。そしてここで手に入るソウルカルタは、去年のバレンタインの時のシトリーとセルケトが描かれたカルタになります。でですね、この2021フィエスタの条件になっている星1モーモーっていうのがどっから手に入るかっていうと、ミッションパスでリザの限定ミッションっていうのが2つ今回あるんですけど、そのうちの下の方にあるスタミナを消費するミッションで手に入ります。これをクリアするとモーモーボックスっていうのが手に入って、星1のどれかの属性のモーモーがランダムで獲得できます。まずはこれでモーモーを集めていってください。
結構このモーモボックスっていうのはたくさんもらえるので、おそらく限界突破プラス4分は全属性分集まると思うんですけど、まあ、ランダムなので、もしどれか属性が足りないっていう時は、次にバレンタイン限定ミッションっていうのを見てみてください。バレンタイン限定ミッションは、第6ミッションから下のミッション、リバースラビリンスとかアンダーグラウンドとかエンドレスデュエルをプレイするミッションで、モーモを選べるギフトっていうのがもらえます。これで、まあ、足りなかった属性のモーモを選んでゲットしてみてください。2021フェスタの遊び方をまとめると、まずスタミナを使いまくってミッションパスでモーモボックスをいっぱいもらいましょう。で、モーモボックスを開けて各属性の星1モーモをできるだけ限界突破させて星4まで進化させてください。もし、モーモボックス全部開けても、プラス4に届かないモーモがいたら、バレンタイン限定ミッションで、モーモを選べるギフトを使って、足りない属性のモーモをゲットしましょう。それで、限界突破をしてください。で、バレンタイン限定ミッションは、まあ、モーモだけがメリットじゃなくて、チョコレートを模した温泉ステッカーとか、あと、ビルーパーが描かれたソウルカルトとかがもらえます。もう第1ミッションとか第2ミッションに設定されている心からの贈り物っていうアイテムなんですけど、これは第3ミッションから下のミッションでもらえるこのピンクの箱のことですね。これを集めればクリアできます。つまり第3ミッションから下をやっていれば、まあ、自然と第1、第2ミッションもクリアできちゃうと思うので、まあ、第3ミッションから下をちょっとプレイしてみてください。このもらえる温泉ステッカーなんですけど、ホワイトチョコとかもあるんで、使い方によってはね、かなりセンシティブな温泉を作れると思うので、いろいろ遊んでみてください。あくまでチョコなんでね、全然センシティブじゃないんですけど、まあ、楽しく遊んでいただければと思います。はい、今回は以上になります。明日のアップデートをお楽しみに。